セルナさんの家初めて入った。意外と散らかってるね。びっくりした。ごめんなさい。散らかってるとか言って申し訳ないです。ほい。ということで今回もやっていきたいと思います。さあ、夏の月9日目。はい。のび太くん。ドラえもんどうしたの？のび太くん、町の人たちみんな仲良くなったんだって？そう、ちゃんとね。そうなんだ。そんなのび太くんにプレゼントがあるんだ。なになに？あ、これでもらえるわけやね。僕をイメージしたかかしたよ。ファッシーさんが作ってくれたんだ。せっかくだからのび太くんの牧場に置いてよ。お、喜んでる。僕が持ってるから欲しい時に声をかけてね。このみんなさ、その場でくれんのは一体何なん？その場でちょうだいよ。それじゃあこれからもみんなと仲良くね。バイバイじゃなくって。あー、帰らないでー。帰らないでー。とりあえず、ちょ待って、水やりをしてからドラえもんのところに行くか。よし。頑張ろう。そして今日こそ、鶏を飼う私は。よいしょー。いい感じに成長してきたね。でもこれやっとどれぐらい？ 3 段階目ぐらいかな。トウモロコシだけもっともっとでかくなるはずよね。トマトはまだ変わらない。トマトもきっとどんどんと伸びてくるはず。よいしょー。トマトいいよね。トマト嫌いな人もなんか結構聞くけど、私はすごく好き。普通のトマトも好きやし、果物みたいな感じで食べれるトマトベリーもすごい好きなんよ。よし。オッケー。ということで、シーゼンタウン東へ。さてさて、ドラえもんはもしかして、寝てるだろうか。寝てそうな気がするね。ちょっと待って。9時。10時ぐらいにまで寝たら、起きてくるかな。そこまで遅くはないか。ドラえもん。ドラえもんは普段一体どこにいらっしゃるのかしら。もうすでにみんないないぞ。ここではなく、こっちか？え、いないよ。いないけど、寝てないよね。いや、寝てない。さすがにもう寝てない。出かけてるの？ドラえもん出かけてるの？とりあえずどこでもドアのとこに行ったらわかるかな。どうもどうも。用がないならあっちに行っててだって冷たいな。あ、ドラえもんでもシーゼンタウン東におるよ。どこにおるん？買い出しとか。いや、いない。全然いないよ。え、どこ？ご飯とか。え、でもまだ空いてないってことよね。スネ夫がここにおるってことは。もうちょっとなんか細かい場所まで書いてくれるかな。シーゼンタウンの西にいるって言われてもわかんないんだけど。西じゃない、東。東にいると言われてもいないんですけど。どこですかね。病院で静香ちゃんと。起きているのが難しいのはちょっと。こんにちは。病気ではないのかい？大丈夫かい？え、ドラえもん？本当にいる？え、ドラえもん？どこにいるの？セルーナさんの家。え、でも東ってもうこんだけじゃね？おらんやん。え？どういうことだい？でも東におるんよね。え、みんな本当に東におる？蝶々さんも東におるって書いとるけどさ、いないよ。セルナさんの家初めて入った。意外と散らかってるね。びっくりした。ごめんなさい。散らかってるとか言って申し訳ないです。
やっぱり家の中におるんかもしれん。ドラえもん。ドラえもん。あ、今やったらあれやね、ご飯の時間じゃない。ほら、食ってんなよ。これ前に言っていたものあげるね。かわいい！ドラえもんのかかしをもらった。飾ろう。飾ろう。もうね、その場で渡してくれたらいいのに、二度でも三度でもになるんだから。そしてちょっと私は、鶏も飼いたいんだって、鶏。空いてるでしょ、もう。早く買わないと、間に合わなくなってしまう。鶏コンテストに。あ、でも今あれか。いや、大丈夫かな？買える？お昼ご飯の時間じゃないよね。大丈夫っぽい。あら、よく来たわね。自慢鶏たち見ていく？剣めっちゃ食いよりやん。見ていきます。鶏を。買います。ください。買った鶏に名前をつけてあげてね。そこはもうね、コッコでしょ、コッコ。つつつつ。はい、コッコ。ゼルダ風。あー、コッココになった。はい。名前コッコでいいかしら。はい。ニワトリは小屋に送っておくわね。やったー、初めてのニワトリー。のび太くん、ニワトリは買ったことあるかしら。初めて。ないよ。それならチックかケンに説明させていきましょうか。教えてほしい。お願い。教えて教えて。それじゃあのび太くんニワトリ小屋で待っていっちょうだい。楽しみー。ニワトリ小屋ちっさ。あ、ケンもうご飯終わった？大丈夫？よ、それじゃあ説明するぜ。よろしくね。まず餌だな。ニワトリはニワトリに餌ってやつを食うんだ。そういえば買ってないや、大丈夫かな。そのままだね。そりゃそうだろ。まあね、ドッグフードも犬の餌やもんね。餌はニワトリ屋に売ってるから買いに来いよ。どうやってあげるの？餌置き場があるだろ。ここに餌を持って A ボタンに入れられるんだ。なんだよ。僕のカバンにずっとニワトリの餌を入れておくの面倒だなと思ってね。あー、そうだな。それならサイロでも作っちまえば。まあ、サイロがあったら便利よね。ニワトリの餌を預けられる場所だよ。サイロを作っていれば、こっから餌を出し入れできるんだ。サイロか、わかった。それから、あ、そうそう、放牧だ。放牧？柵とかないけど、自由に。ニワトリに近づいて Y ボタンで持つ。そんで外で放す。あ、晴れの日だけだからな。そうなの？当たり前だろ。雨の中に鶏出したら母ちゃんが怒り出すぜ。夜もダメだからな。そっか。あとはおやつだな。おやつがあるの。いいね。おやつなんてあるの？食べたいな。何言ってんだ、鶏のだよ。あ、そっか。できれば毎日がいいけど、まあ絶対あげなきゃいけないってことはねえよ。今言ったことを守って、あとは X ボタンに話しかければ、鶏と仲良くなっていい卵を産むぜ。ん？卵？毎朝卵を産んでくれるから、拾っとけよ。わかった。最後に、鶏が病気になったら薬をやるんだ。病気になるの？鶏を何だと思ってるの、のび太くんは。お前が雨の日に鶏を外に出したり、餌をやらない日が続いたりすると、鶏は病気になるんだ。そうなんだ。ま、なんかあった時のために薬は買っとけよ。わかった。もし病気のまま放っておいたりしたら、鶏を返してもらうからな。もちろん金も返さねえ。そんな、当たり前じゃないか。ちゃんと育てれば問題ないよ。大事に育てれよ。じゃあ鶏は牧草は関係ないよね。牧草は牛と羊か。ここが鶏小屋。ふんふんふん。とりあえずスタンプも順調に集まりよるし、餌を買いに行こう。最初のね、一回目の餌ぐらいちょっとくれたっていいんじゃないの？おまけで。鶏を買ったんだから。っていうすごい傍若無人なことを言うけど。ねえねえねえ。道具を買います。鶏の餌と、とりあえず、ああ、多すぎ多すぎ。ちょっと待って。とりあえず10個買おう。
動物のおやつもとりあえず10個買おう。はい。オッケー。さあ、おやつはどうやってあげるんだ？普通に渡すの？その辺がよくわからなかったけれど。よくわからなかったんだけれど、どうなんですかね。とりあえず鶏小屋へ。ゴーゴー。さあ、これで、鶏の餌をまず、入れます。動物のおやつは直接になるのかな。話しかける。よしよし、コッコ今日も元気だな。いいね。そして、おやつを、違う、これ持ち上げた。待って待って待って。おろす。おろして、おやつ。やつをこれで OK ということですか。今まであったブラッシングみたいなああいうのはなくなったってことかな。ふぅ。さあ、それじゃあちょっとドラえもんのかかしを飾って。これ可愛くない？めっちゃ超可愛いんですけど。めっちゃ可愛いんやけど。いいやん。どの辺に置こう。普通にこの辺とかでいい？可愛い。なんか、ワンピース着とるみたいじゃない？いいね、いいね。めっちゃ可愛い。よきよき。はい、ってことで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければ、チャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。この調子で、多分、買い物のやつとかもあれじゃないかな。そろそろスタンプ集まるんじゃないかな。病院で買い物したことないけんあれやけど、薬一回ぐらい買おうか。あ、動物屋もないか。結構大変かもしれん、やっぱり。